巡洋型航空母艦は、大日本帝国海軍の航空母艦の艦型。同系艦は、巡洋と、費用。日本海軍は、造船業界の不況対象及び、戦時の優秀船舶確保のために、一部の民間造船所及び、建造船舶に補助を与えていた。サンフランシスコ航路のために、日本郵船が1938年に、計画。 1939年に寄港した大型高速客船、柏原丸と出雲丸は、商船としてはそれまでの日本船舶で最大で、建造にあたり大型優秀船建造助成施設を適用され、有事の際に航空母艦に改造できる設計を取ることを条件として、日本海軍から建造費用の6割の補助を受けていた。後対米関係が悪化した1940年に、 両脚船は空母への改造が決定され、1941年に海軍が日本優先より建造中の2隻を買収、柏原丸は巡洋、出雲丸は費用と新たに命名された。当初、空母に改装した際には、96式、艦上戦闘機12機、96式艦上攻撃機18機、97式艦上攻撃機18機を搭載することが、 予定されていたが、1941年になると例、式艦上戦闘機15機、99式、艦上爆撃機20、97式艦上攻撃機18、800kg 爆弾54発、250kg 爆弾198発、61kg 爆弾348発、91式改めに、魚雷27発搭載に変更となっている。 原計画が最大24ノットの高速客船であったこともあり、空母改装後は25ノットを出すことができた。この規模の空母としては低速だが、巡航当時には作戦行動上十分な速度とみなされていた。ただし、対戦中期から登場し始めた大型、高速の新型機の運用にはやや混乱が伴うものであった。関西機を買ったパルトを実用化できなかった。 日本海軍にとって大型高速化しつつあった関西機の発艦問題、特に無風時は深刻であり、1944年8月以降、発艦に補助ロケットを用いたケースがある。環境は当初の計画では、流城のように飛行艦艦先端下部に設け、飛行艦艦上には何も設けない予定であったが、設計中の正規空母大砲が、 従来の原則から湾曲して出す煙突をやめ、飛行甲板上に設けた煙突と環境とを一体化する構造となることが決定したので、その事前試験の意味も含めて、欧米の空母では、標準の煙突と一体となったアイランドを日本空母として初めて採用している。ただし、肺炎による気流の乱れが関西域の着艦を妨げないよう、煙突上部を 右外側へ26度傾斜させており、この点は英米空母と異なる。この斜め煙突と環境が一体となったアイランドは、後に大和型戦艦から改造された空母をなのにも採用されている。費用は、竣工時から環境に2号1型電探を装備している。格納庫は2層で、エレベーターは飛行甲板の全部と後部に1機ずつ設置されている。 太平洋戦争においては、費用、巡洋の領艦により、第二航空戦隊を編成、ミッドウェー海戦以降の空母機動部隊を支える、中核戦力として活躍した。対戦後半の搭載機は冷戦21、水星18、天山9の合計48機だったという。これは、アメリカ海軍のヨークタウン級空母の搭載機の約半数で、打撃力も半分であった。 期間に日本海軍としてはトップクラスの性能のボイラーを採用した。蒸気圧は40気圧で蒸気温度も420度に達し、アメリカ海軍の SX 級空母に匹敵するスペックであった。一方で、下部格納庫は間室の真上にあって温度上昇に悩まされ、スノコを敷き詰めて解決を図っている。二軸推進であったが、スクリューの直径は 日本海軍最大の直径5.5メートルであった。費用は1942年10月20日に機関故障を起こし、日本海軍は南太平洋海戦や第三次ソロモン海戦を前に貴重な航空戦力の一角を失っている。本型は商船改造空母ではあったが、当初から空母への改造が念頭に置かれていたために装備された装甲は操縦に。 順する内容となっており、小船改造空母としては、世界的に見ても、異例の防御力を持っていた。弾薬庫看板、後部原則、ガソリン体育看板が 25mmDS 後半、機関室原則のみ 20mm プラス 25mmDS 後半で構成されている。機関部分も二重底とされていた。ミッドウェイ海戦に連動したアリューシャン作戦直前、 最基湾に停泊していた巡陽に転勤した山川平層によれば、ヘンテコな煙突の空母の艦首に乗っていた内科艇が衝突した。すると、巡陽の外弦が凹んでおり、同乗者と共に不安を抱いている。また三五回海戦で損傷した昇格から巡陽に転勤した河野茂は、今までに乗ったどの艦よりもゆったりして優しい感じだったと述べている。 費用の復調によれば、燃料満載、燃料見始めの場合、環境が右上にあるため右上に7度傾斜した。1943年末に費用では、復調の主張により、左限空所にバラストを詰めて、満載時傾斜が右3度に減っている。また、軍艦のように区画が細分化されておらず、被害を受けた際に区画的に防御を行う能力には劣っていた。 写真日本の軍艦第四艦、P32、日本航空母艦士、P68、日本の航空母艦 P38 に12,251、帰り、18ノットの数値があるが、巡洋講師成績表、費洋講師成績表には、その数値がない。日本海軍全艦艇師、P377, ハット ABCDEFGHIJKLM、NO、 航空母艦一般計画要領書不現状調査 P3 航空母艦一般計画要領書不現状調査 P38ABCD 日本航空母艦紙 P68AB 航空母艦一般計画要領書不現状調査 P34 航空母艦一般計画要領書不現状調査 P41 写真2本の軍艦第4艦 P、P32 航空母艦一般計画要領処不現状調査 P30 写真日本の軍艦第四艦 P33 航空母艦一般計画要領処不現状調査 P45 航空母艦一般計画要領処不現状調査 P7ABCD 川崎戦歴 P72AB 川崎戦歴 P73 軍艦メカニ日本の空母三人車線991年 AB 川崎戦歴 P74、ABC ザシシマル2010年11月号、費用型空母特殊艦爆隊長 P146 空母艦爆 P98 証言 P114、AB 費用副長 P152 費用副長、P145。ありがとうございます。